取材対応、技術さえあれば打てるメッツドジャース。日時間28日ニューヨークドジャースの大谷翔平投手が27日、日時間28日、敵地、メッツ戦前に取材に応じた。水原一平被告のギャンブル事件の影響について、問われるとメンタルがプレーに影響するとは思っていないと話した。通訳を務めていた水原被告は、日時間3月20日の開幕戦直後に違法賭博に関与し、大谷の口座から資金を盗んだとして、ドジャースを解雇。4月11日、同12日には、米連邦検察当局から銀行詐欺容疑で訴追された。14日、同15日には、罪状認否のため連邦地裁に出廷するなど、ようやく収束に向かっている。水原被告の騒動について、自身への影響を問われた大谷は、睡眠が足りなかったのが一番問題。メンタルがプレーに影響するとは思っていないですし、しっかりとした技術さえあればどんなメンタルでも打てると思っているので。そこと、グラウンドでやるべきこととは全く切り離してやりたいなと思っていますと話した。前日26日、同27日の敵地、レッズ戦では4打数1安打で、今季最長タイとなる8試合のアーチ。打率、336、13塁打、35打点、オプス 1.024 となっている。取材後、27日、同28日の試合は、雨天のため中止となることが発表された。フルカウント編集部。